バックギャモン、バックギャモン、バックギャモンは、基本的に二人で遊ぶボードゲームの一種で、盤上に配置された双方15個のコマをどちらが先に、すべてゴールさせることができるかを競う、世界最古のボードゲームとされるの一種である。日本には、奈良時代、飛鳥時代との説もあるに伝来し、平安時代より、総六、バンスゴロックの名で流行したが、 その後賭博の一種であるとして朝廷に禁止され、一度、廃れている。サイコロを使用するため、運が結果に対する決定因子の一つであるものの、長期的には、戦略がより重要な役割を果たす。プレイヤーはサイコロを振るたびに膨大な選択肢の中から、相手の次の可能性のある手を予測しながら、自主を選択し、自分の駒を移動させる。 現代のルールは20世紀初頭のニューヨークを起源とするとされ、ゲーム中に価値点の点数、口実をレイズする、ゲルことができるダブリングキューブを参照。チスと同様に計算機科学者の興味の対象として研究がなされ、それにより作り出されたソフトウェアは人間の世界チャンピオンを破るほどに発展している。一般は24カ所の地点、ポイントと、 一時的にゲームから取り除かれたコマを置く場所、バー、ゴールからなる。各ポイントは1から24までの番号をつけて呼ばれる。コマの進行において、ゴールに最も近いものが第1ポイント、最も遠いものが第24ポイントである。双方のプレイヤーにとって、コマの進む向きは逆であるため、自分と相手ではポイントの番号も異なるものとなり、 例えば自分の第1ポイントは相手の第24ポイントである。第5ポイント相手にとっての第20ポイントはゴールデンポイントといい、ここのポイントの確保、口術はゲームの流れを左右することが多い。各プレイヤーは第6ポイントに5つ、第8ポイントに3つ、第13ポイントに5つ、第24ポイントに2つのコマを初期配置する。第十四ポイント、 相手側にとっての第一ポイントに配置されたコマをバックンという。日本では、まず、最初に双方が一つずつのサイコロを振り、大きい目が出た方が先手となる。この時出た目はそのまま先手の最初の出目として使われる。双方が同じ目の場合には再び振り直す。米国などでは、コイントスで決めるのが、習慣になっている州もある。ただし、コイントス法は一部の団体が批判している。 ここで言うポイントとは、勝ち点のことである。このゲームのポイントはその勝ち方によって3通りに分かれる。ダブル、口実がなされている場合には、ダブリングキューブが表示する倍率をこれに乗じたものとなる。競技会ルールでは、5以上の奇数ポイントを統一して設定し、そのポイントを選手した者の,の勝利として、ゲームを行うことが普通である。ただし、ダブルがあるために、 一度のゲームで勝敗が決まることもある。なお、デュースのルールは一般的でない。手番プレイヤーは、試合中移動のサイコロを振る前にそのゲームの得点を倍にする、ダブルを提案できる。相手プレイヤーがダブルを拒否した場合は、ゲームは終了となり、ダブルの提案をした側が一点勝ちとなる。ダブルの提案を受けることをテーク、断ることをパスという、 ダブルには二つの意義があり、ポイントを二倍にするという意義と、大勢が決しているゲームを終わらせるという意義がある。特に後者について、ダブルが導入される以前は、勝敗が完全に確定するまで、優勢な側は単なる作業として、劣勢な側は、わずかな逆転の望みにかけて、ただダイスを振り続けるという実質的にほとんど意味のない行動を双方がしなければならなかった。ダブルの導入は、 前述の状況を解消し、ゲームのスピーディー化をもたらしたという意味で重要あり、ダブルがこのゲームを絶滅から救ったとまで言われるほどで、ある。このためダブルは、通常優勢な側のプレイヤーが提案する。双方がダブルをかけていない状態においては、どちらのプレイヤーがかけても良いが、2回目以降のダブル、リダブルは前回ダブルを受け入れた側のプレイヤーにだけ、かける権利がある。 すなわちダブルを提案して同意された場合、相手にだけリダブルの権利が生じることに注意が必要である。リダブルを拒否した場合、拒否した側の二点差負けとなる。双方がダブルを掛け合った場合、得点率は4倍、8倍、16倍と倍々で増加していくことになる。ダブリングキューブと呼ぶに、4、8、16、32、64の記されたサイコロを、 使って、現在の倍率を表示し、そのキューブの置かれた位置によって、次にダブルをかける権利のあるプレイヤーを示す。初期状態では、キューブは中央に置かれ、また通常のダブリングキューブには1の面がないため、64の面を上にしてその代わりとする。ダブルを交互に掛け合い続けた場合、理論的には、倍率は、再現なく上がることになるが、 実際にはそこまでダブルを掛け合うほどの連続逆転は起こりがたく、また、競技会ルールでの必要得点などの面からも、そのようなダブルには意味のないことが多い。これ以上ダブルの倍率を上げることが無意味になった状態や、クロフォードルール、口実が適用されているゲームのことを、キューブデッドという、128倍以上の高倍率が記された特殊な、 ダブリングキューブも存在するが、一般的ではないため、このような倍率が実際に発生した場合には、少なくとも競技者双方にとって、紛らわしくないような表示を適宜決める必要がある。ダブルに関して25、25%理論と呼ばれる理論がある。これは、逆転の確率が25%以上ある場合は、ダブルを受け入れた方が良いというものである。例えば、 逆転確率が25%の全く同じ状況が4回発生したとする。もし4回ともダブルを受けずに敗北を宣言すると4回とも失点1なので合計は失点4となる。もし4回ともダブルを受け入れる場合は4回のうち1回は勝って得点2、残り3回は負けて失点6となり合計は失点4となる。よって 逆転の確率が25%の場合、失点の合計はダブルを受けても受けなくても変わらない。このため、勝率が50%を超える場合はダブルをかける方が有利であり、またダブルをかけられた方は逆転の可能性が25%を超えるならば、ダブルを受け入れる方が良いという興味深い設定となっている。ただし、これは、盤面の特殊な状況、例えば、負ける場合は、 やもん負けとなる可能性が高い状態などを考慮せず、また持ち点が無限にあると仮定した場合の戦略であり、実際にはその時の盤面や競技会ルールの場合には、現在の持ち点を考慮して、ダブルの是非を決めることになる。また、ダブルをかけるということは、相手が受け入れた場合、次にダブルを提案する権利が相手にだけある状態になることでもあり、これによって、 戦略上の不利が生じる場合もあるので注意が必要である。ダブルに関して以下のような変則ルールが存在する。基本的なゲーム戦略としては、ただしサイコロの目によって取り得る戦略は左右されるため、状況により随時その戦略を変えなくてはならない。そのため以下のような戦略がある。形成判断の材料として用いられるのがピップカウントである。これは、 自身の駒のゴールからの距離の合計値であり、少ない方が有利とされる。また一般にインナーまで多くの駒を進めている側は、優勢であるが、上記の通り相手インナーにブロックポイントを作る、戦術もあり、またサイコロの目次第での逆転もありうるためチェスのような、みんな優劣がついている状態は起こりにくい。ルールが、比較的シンプルなこともあり、コンピュータの黎明期から、 様々なプログラムが作成されている。ネット上での対戦も容易であり、プレイ65や、クリドギャモンなどが存在しており活発に例されている。解析ソフトウェアの進歩により、戦略に革命を起こした。有名なのは、スノイ、GNU バックギャモン、略称ニューブング、エクストリムギャモン、略称 XG である。スノイ及びエクストリムギャモンは、日本では、 日本バックギャモン協会から優勝で販売されている。GNU バックギャモンは自由なソフトウェアであり、無償である。サイコロを使う偶然性があり、ある局面の有利不利あるいはある局面での動かし方についてその局面から何度もプレイしてみても正確な評価が非常に難しいことがあるが、バリアンスリダクション、分散低減という手法を用いられるようになり、解析ソフトウェアは 非常に精度の高い曲面評価、最善種の検索が可能となった。解析ソフトウェアを使用すると、ある曲面の有利不利の評価、最善種がわかるようになる。しかしなぜその曲面が、そう評価されるのか、なぜそれが最善種なのかは教えてくれない。教えてくれるのは、この曲面の勝率は63%だとか、最善種はこの動かし方で、勝率が3%下がる。 事前種は、これといった情報である。そのため、人間がその情報を元に上達するためには、局面の解析結果から人間的思考手順を導き出さなければならない。原型は、紀元前3500年頃の古代エジプトで、プレイされたセネトと呼ばれる十マス三列の遊技版では、ないかという説があるが、現代のものとは見た目もルールも大きく異なるため、プレイすると、 かなり違和感を覚える。スタンカーメン王の墓からもセネトの道具が発掘されている。もともとは古代エジプト人にとって最大の関心事であった死と再生の過程が盤上に描かれるど、セネトはエジプト神話及び宗教と結びついたものであった。だが、エジプト文明の衰退とともに宗教色が薄れ、エジプト末期王朝には宗教的な絵やヒエログリフが外されていった。 これが帰って、ギリシアやローマに受け入れられていく素地となっていった。ローマ帝国では、改良が加えられて十二マス三列となり、タブラと呼ばれるようになる。五世紀頃に、現在のものと同じように十二マス二列となり、中世ヨーロッパで広く遊ばれるようになった。だが、突破のための遊戯としての色彩が強まるとともに、キリスト教的な観点から批判する声も高まり、宗教改革期には、 タブラの廃絶運動が起こった。だが、勢俗問わずタブラを好む人が多かったために、完全な廃絶には至らなかった。むしろ、ルーレットなどの新たな賭博の出現がタブラを主役から下ろすことになる。一方、ギリシア・ローマの影響を受けて、中近東方面でも、ナードの名前で広がった。中国でも六世紀には、シュアン流の名前で広がった。 日本への伝来は7世紀で、児童天皇の知性に早くも創六、バンス五六賭博禁止令が出されている。以後の歴史については、バンス五クを参照のこと。なお、西洋型は戦国時代に初めて伝来したが、バンス五クに馴染んだ日本人には受け入れられなかったようである。だが、バンス五六は幕末から明治維新にかけて他の突破に押されて衰退していき、 遅くても昭和初期頃には消滅したとされる。明治以後に再連来したものとは歴史的な連続性はないと考えられている。一方、ヨーロッパでも20世紀に入ると水位の様相を呈していたが、1920年代にアメリカで発明されたダブリングキューブが導入されてゲーム性が高められると再び盛んになり始めた。 今日においてもインド以西のユーラシア大陸全域とアメリカにおいては代表的なボードゲームの一つである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。